キソンは大韓民国の歌手である。2017、個人事務所、リアルスローカンパニーを設立し、リアルスローの芸名で活動する。2002年には一週アルバム、ライク、like、AMovie でソロデビューを果たし、2009年2月には英国の R&B 歌手、クレイグ・デイビッドの歓迎を受け、シングル曲、インソムニアをリメイクした。同年に6枚目のアルバム、 バコレートを作成中、アメリカの現地スタッフと共に楽曲を録音。その縁で、ニーヨがマイケル・ジャクソンに書き下ろした曲をフィソンに授けることとなった。最近では、マイケルの曲、You Are Not a l o n e をアジア人歌手としてに初めてリメイクしたが、生前にマイケルと共に作業した世界的なカナダ人ミュージシャンのスティーブ・バラカットと制作したことが話題になった。 2011年11月7日に、現役で入隊。ロンサン陸軍訓練所の女子として服務していた、期間中、同年2月に依存症対策のため、麻薬類として指定された、プロポフォールを投薬した疑いで、召喚調査を受けたが、不起訴処分となった。その後、2013年8月9日に除隊した。2017、独立レーベルレアレスロカンパニーを立ち上げた。 レアレスロはフィソンとしての活動とは別にアンダーシーンで活動していた時に使っていた芸名だ。ありがとうございます。